どうも皆さんこんにちは、キンタンです。よろしくお願いいたします。今回から新しいゲームシリーズを始めていこうかということで、もう見えてると思います、フォールアウトニューベガス、こちらやっていこうと思います。まあ、フォールアウトっていうゲームで言うと、まあ、フォールアウト4の方は今も実況してますけど、昔からね、もうずっとやらせていただいてたりとか、フォールアウト3は、まあ、うろ覚えでありながらも、まあ、結構やったんじゃないかなっていう記憶もあるんですけど、実はこちらですね、私、キンタン、フォールアウトニューベガスに関しては完全なる初見でございます。なので、まあまあ、見てる人はね、ほとんど、あ、ベガスかみたいな感じで、懐かしいなっていう感じで見ると思うんですけれど、キンタンの反応としては初見なので、まあ、その辺楽しんでいただければいいんじゃないかというふうに思っております。まあ、最初はムービーやチュートリアルであんま進まないとは思いますけれども、懐かしみながら見ていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。フォールアウトニューベガス実況です。はい、それでは、ニューゲームから進めていこうと思います。よろしくお願いします。お、オープニングやね。はい、これはバーかな、いや、カジノかな、カジノやな。はいはいはい。まあまあ、ニューベガスって聞くとね、まあ、ベガスといえばなんかカジノみたいなイメージありますけどね。はいはい。あ、燃えてる燃えてる。あー、あのお姉ちゃんの感じ見ますね、結構ね。あるね、なんかのマークでやるね、あれ。はい、人がおって。はいはい。はい、なんかストライキみたいにしてんのかな。はい。結構映像綺麗やね。だいぶ古いゲームのイメージあるけど。はい。おー、出た。よう見るやつはこいつ。おう、お、スナイパー？あ、いた。さあ、そのスナイパーの弾、どこ飛んでいくのか、どこへ飛んでいくのか。進む、進む。狙い撃つことができるのか、できたー。主人公は一体どういうキャラなんでしょうね。まあ、フォールアウトといえばね、その、まあ、ボルトから出てくるみたいな、そんな話ですけど。はい。あ、なんかおったね。うわ、すげえ、マフィアちゃうの。かっこええ。うわ、もう全然今までのフォールアウトと違うな。ほんまにニューベガス初めてやからね、全然世界観が。人は、過ちを繰り返す。おお、そのセリフは言うのね。地球が核の炎に包まれた時。はい。あ、ボルトや。人々は地中深くのシェルターへと逃れ、生き延びた。ボルト11。やがて彼らは、シェルターの扉を開き、新たな社会を、村を、部族を作るために荒廃した世界へと旅立っていった。ああ、まあ流れは他と一緒やな。数十年が過ぎ、かつてアメリカ南西部と呼ばれていた地域は、旧世界の価値観、民主主義や立法を掲げる新カリフォルニア共和国のもとに統一された。アメリカ南西部、新カリフォルニア共和国。共和国は欲するがままに拡大を続けた。無慈悲で乾ききったモハビ砂漠に領土と富を求めて、モハビ砂漠東へと偵察員を送り込んだ。はい。そして彼らは、核の被害を免れた都市とコロラド川を横断する巨大なダムの壁を発見したのだった。共和国は直ちに東に軍を差し向けてフーバーダムを占領、稼働できる状態にまで修復した。しかしコロラドには異なる鳩のもとにもう一つの社会が生まれていた。ああ、ダムに住んでんのか。86もの部族を平定し、多くの奴隷を要する軍事集団、シーザーリージョン。シーザーリージョン。4年もの間、共和国はリージョンの攻撃からかろうじてダムを守っていた。まあ、なんかちょっと古さ感じるな。しかしリージョンも引く気はなかった。川の対岸で戦力を結集、かがり火がたかれ、太鼓が鳴り響いた。まあ、とりあえずなんか二つが争ってたのね。はい。その一方、ニューベガスストリップ地区は繁栄を続けていた。謎に包まれた男、ミスターハウス。そして戦う訓練を受けた部族や、警察ロボットからなる私兵たちによって。最初にめっちゃ説明あるな。その頃、モハビエクスプレスのとある運び屋が、ニューベガスストリップまで荷物を運ぶ仕事を受けた。ほう。簡単な仕事になるはずだった。ニューベガスストリップまで荷物を運ぶ仕事。ベガスの闇が忍び寄っていた。あ、せや。なんかニューベガスってなんか。仕事は済んだろ、金払うよ。はいはい。ああ？そうせくな、相棒。なんすか？俺、これ俺？こいつ目を覚ましやがったぞ。なんか主人公、運び屋とか言ってたね。あ、さっきのマフィアや。右のやつの髪型。あ、
相手に敬意を払わないのが関ズ流かもしれない。わずか意外と紳士変わり者なのでね。俺はお前は仕事を立派に果たしてくれ、巻き込んでしまって申し訳ない。なんか運び屋の仕事してる時、右のやつめっちゃびっくりしてるけど。こんな状況に置かれたら自分の運の悪さを恨むだろう。マジっすか？マジっすか？みたいな顔してんだ。え、待って、殺されるの俺？急に。最初から決まっていたんだ。はい、This is the Softworks Presents An Obsidian Entertainment Production Proud New Players Hey, wow!まあ、ニューベガスのね、オブシディアンといえばね、アウターワールドを作った会社っていうのが有名になりましたけど、まあ、そっちのもう元祖みたいな感じですね。いや、なんかね、運び屋ってみんなよく言ってたの聞いてたの。なんか、ベガスは運び屋の話みたいな。で、なんかその、ストリップ劇場かなんかいうところに、荷物運んでる時に捕まっちゃってなんか、なったみたいな。はい、ほいで。何？助けてくれたの？おいおい、慌てるな。君は数日間昏睡状態だったんだ。お前助けてくれたんか。少しリラックスしてゆっくりと感覚を取り戻すんだ。ありがとう。後遺症があるか調べよう。名前は？自分の名前がわかるかね。自分の名前？あ、はいはいはい、名前です。まあ名前いつも通りキンタンですね。はいはい、キンタンと。いやー、どんな話なんやろ。結構長いやろけどね、フォールアウトやからね。私なら子供にそんな名前はつけんが。おちょっと待って、それどういうことや、お前。それが君の名前。キンタンという名前が気に入らんのか、お前は。私はドッグ・ミッチェル。ドッグ・ミッチェル。ウッドスプリングスへようこそ。ドッグってことはお医者さんか。誠に勝手ながら、鉛の破片をすべて摘出するために君の頭の中を覗かせてもらった。あ、俺頭打たれたの。うまく縫合したつもりだが、自分の顔に違和感があったら言ってくれ。どうかな。で、キャラクタークリエイト。ああ、この画面3でも見ましたね。3はちょっとやったことあるね。ああ、なるほど。ああ、男性、女性。女性どんな感じな？まあ、男性でいくけど。ああ、なるほど。可愛らしい。はい。アフリカ系アメリカ人。おお、アジア人。アジア人。若かりし頃の麻生太郎みたいになってますけど。ヒスパニック。ヒスパニックって何だろうね。俺あんま知らねえな。白人。いやー、もうアジア人でしょ。だって、キンタン日本人やからね。まあ、中国人みたいにならんように気をつけなあかんけど。いや、その前にちょっと髪型見させて。いや、でもさすがにこのゲーム、多分、キンタンの髪型ないんじゃないかな。どんな感じ？あ、こっから、はい。アップガール、ショートウェーブ。とりあえず、まあ、そのヒゲなんやねん、もう。スカイリムちゃうねん。ヒゲ。普通の、あーでもこんなもっさりしたヒゲもいいな。でもあんまり一人称映らんやろからな。そんな関係ないけど。ほな、顔ちょっと。これ目どうなってんのこれ。これの目は一体どうなってる。黒目はみ出してない。これベースにしようかな。まあそんなにかっこいいのは作れへんやろ。あ、ランダム。ランダムに、はい、ランダム、はい。なるほど、オーバーハンみたいな顔なの。ランダムそういう感じになるんですね。わかりました。ランダムやめます。とりあえずじゃあ、さっきのこれベースで、年齢はまあ普通ぐらい。で、次へ。髪型。まあ普通な感じでいいか。なんで髪型あんなけしかないのにこんなにヒゲの種類あんねん。おい。とりあえずこれでええわ。はい。まあまあちょっとハゲちゃいましたけど、まあこんなね、世界がストレスもあるやろうし、まあ仕方ないわ、それはな。それは仕方ない。はい、オッケー。はい、オッケー。まあ、ほぼ完璧だと思う。慎重に塗ったからな。まあ、とにかく自分助けてくれたよ。ありがとう。もうベッドから起きてもいいだろう。おお、ありがとう、ありがとう。立ってみたまえ。お、なんでこの画面。あ、すごい、あれちゃう。立ちくらみか、これ。次は部屋の端まで歩いてみよう。部屋の端まで。そこの活力テスターのところまでだ。活力テスター。ゆっくりとな。慌てることはない。この人っていうか、思ったよりも映像やっぱ綺麗やな。今ね、Xbox One X かな？一応ね、Xbox でやってるんですけど、いや、なんかだいぶ綺麗よ。あ、すごい。これあれやん。ターミナルやん。おう、ターミナル。で、ホットプレート。これホットプレートか、これ。はい。まあ、もうもらえるもんもらっとこう。おう、もらえるもんもらっとこう。何使うか知らんけど。おう、ペーパーウェイト。壊れた 9mm サブマシンガンやって。壊れてます。完璧に機能するよう修理できる可能性があります。放っておく。あ、そう。
まあまずはでもストーリー進めていきたいよね。あんまりまあまあ探索とかそんな置いといてどんな感じの話なんか知りたいね。はい。今のところ順調そうだな。では活力テスターを使ってみるといい。身体機能の回復具合を手早く調べられる。活力テスター、これかい。あ、そうそう、あの最初説明しとくとね、あのこの、フォールアウト3とかニューベガスに関しましてはこの、UI というかね、この画面の表示がちょっと違ってまして、左下に HP ありますけど、その下にあるのがマップね。だから4とか上にマップ出てますけど、この左下がマップなんでね、一応見るときはあのマップどこなんやろっていうのはここで見てくださいね。ではこれビトマティック活力テスター。でも一応あれやろ、フォールアウトの世界は一緒なんやろこれ。はい。お、ストレングス。あ、っていうことはパーフェクション。あ、これスペシャルや。来た。え、どうしよう。え、これ好きなだけあげれるのこれ。全部中とか、全部中とか、できんよな。何ポイント残ってるか分からへんねんけど。いや、でもせっかくやから、もうこういうなんか、ね、ウエスタンな感じですから、銃で戦いたいね。とりあえず3ぐらいでいいんちゃう ?3 ぐらい。で、パーフェクションが、影響のあるスキルが全部英語なんですけど、ロックピック、エナジーウェポン。あー、パーフェクション。とりあえず3で。エンデュランス。エンデュランスも3で。カリスマ10やろ、何言ってんねん。これでいいですよ。どうしたらいいの？あ？あ、まだ余ってんのか。じゃあ、エンデュランス。はい。これで、終わり？あの弾丸のせいで、君の魅力が損なわれてなくてよかった。いや、もともとの俺知らんやろ、お前。体は元気なようだな。はい、元気ですよ。だが、あの弾丸のせいで、君の頭がいかれちまってる可能性もある。めっちゃ疑うやん。そこで、君にはそこへ座ってもらい、いくつか質問したい。君の頭が今もまともかどうか調べるんだ。あ、なるほど、なるほど。いや、ていうかね、あの一応ね、これあの Xbox360 版のなんや、あの日本語版のアルティメットエディションでやってるから、だから全部音声日本語なんよ。でね、声優の感じがね、なんか結構ニューベガス面白いらしいから、それも楽しみやね。はい、座る。あ、そんな感じなんや。はい、何？では単語を読み上げるから、最初に思い浮かんだことを言ってくれ。お、心理テストやな。犬犬犬猫餌新聞。ああ、なるほどね。ああ、犬餌家そんな質問でいいのか。お、家と投資。夜怖い。夜眠る。盗賊こ殺す。盗賊突き刺す。光インスピレーション。母はお母さんは後悔してた。よし、次はいくつか質問するから、それが自分にどのくらい当てはまるか答えてくれ。あ、いいよ、そういうの面白いやん。1つ目、はい、争い事は性に合わない。争い事は性に合わないですね。ゲームのね、あの対人のあの FPS とか、あの対人のカードゲームとか嫌いやね俺。あ、もう強く賛成。もう、性に合わない。人を頼るのは好きじゃない。人を頼るのは好きじゃないっていうか、頼れる人がいないです。なんで、どちらでもないです。常に注目されていたい。あ、まあ、YouTube 的にはそうだね。強く賛成します。新しいアイデアは受け入れにくい。いや、そんなことない。もう、それをやめたら人間成長しないからね。賛成。問題には、正面から取り組む。それはよくわかれへん。何言ってるのか。あと少しだ。これを見て、何に見えるか答えてくれ。めっちゃ心理テストやん。え、それが何に見えるか。え、お前のドッグ見てるって文字が邪魔やわ。隠れた椅子、壊れた椅子、化学反応、ドアの影、真新しい擦り傷、頭が2つある、怒ったアリ。あー、頭が、あ、まあそう見えなくはない。化学反応では。これはうわ、また後に出てきた。なんか虫っぽいね。あ、高価な芸術作品、宇宙時代のテクノロジーか何か、海上の船、恥ずかしくて言えない。恥ずかしくて言えない？何に見えてんの、キンタン。あー、全然わかんない。もうちょっとわかりやすい、こう、何にでも見えるやつ持ってきてくれへん。何にも見えないわ。何にも見えないです。芸術作品じゃあ、なんかもう、ピカソが書いたんちゃう？最後だ。あ、最後、はい。あ、それ顔や、顔。顔に見える。顎ひげの男。あ、そう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 。枕の上の頭。あの、人が手を合わせてるように見えるね。顎ひげの男に見える。さあ、
これで全部だ。ありがとう。比較対象がないからひとまず結果だけでも見ておくといい。しっくりくるかな。比較対象ないんかい。え、何？お？あ、お？これ別の、あ、なんかシステムが違うのか。フォールアウト4みたいな感じのシステムじゃないんや、これ。あ、3もこんな感じやったな。なんかスキルを勝手に選んでくれたよな。対話によって相手にどこまで影響を与え、本来ならば教えてもらうような情報。あ、これ絶対いる、これ絶対いる。うん、これもカリスマの技やね。とりあえずこれでいきます。はい。まあ、銃、普通の実弾銃の威力が上がるやつと、一応回復アイテムの回復量が上がるやつと、なんか説得成功率が上がるやつ。これでいきます。退院の前に、もう一つやってもらうことが、はい、支払いですか、もしかして。問診票に記入してくれ。はい。君の病歴をざっと把握しておきたい。で、お金払うんでいいの。まあ形式的なものだ。君が頭を打ち抜かれやすい家系かどうかを調べたいわけじゃない。ああ、なるほど、そういうのもあるよね。で、これはまたスキルや。お、これあれや、デメリットや。あのね、76やったことある人は分かると思うけど、病気やと思うわ、これ。あの、デメリットもあるけど、あの、メリットもあるっていう、そういう多分あれやと思う。で、2個選ばなあかんみたいね。なんか分かりませんけど、1個だけにしときました。なんかね、あの、選択しなくてもいいみたい。やから、あの、この、これね、グッドナチューレドっていう、この、言ったら説得成功率が上がる代わりに、あの、戦闘能力ちょっと落ちるよっていう、これにしました。これ面白そうやからね。はい、OK。よし、大体こんなところか。こっちだ。見送ってやる。え、お金払うんでいいですか。ありがとうございます。すごいいい人や、ドック。ドック・ミッチェル、ミッチェル、みーちゃんええ人や。みーちゃん、これもらっていっていい。わー、ありがとう。何でもくれるやん。え、これ何、ロッカー。はい、10ミリやん。あ、いいやん。ちょっと見てっていいか。ごめんな、こういうのはもう取っとかんと。外出たら俺一人やからね。ちょっといろいろもらっていくわ。開ける救急箱。銃が欲しいねんな。銃ないかな。もう何から何まですいません。助かりますわ、ほんまに。ありがとうございます、ミッチェルさん。みーちゃん。でも、みーちゃんちあんまなんもないな。みーちゃんちだってもう銃がないもん。銃欲しいな。ガンケース。あ、レーザーピストル来た。銃あった。まだ一応メニュー画面的なのは開けないっぽいから、まあ外出てからか。オッケー。じゃあ見送ってもらおう。はい。ここにあるのは君の所有物だ。ああ、そうなん。ここに運ばれてきた時の所持品のすべてだよ。あ、ありがとう。気を悪くせんでほしいが、メモを見させてもらった。家族の連絡先がわかるかと思ったんだが、プラチナチップとかいうもののことしか書かれていなかった。外に出るならこいつを持っていけ。はい。ピップボーイといって、私のように対戦前に作られたボルトで育ったものは皆それを支給される。出ました、ピップボーイ。今の私にはもう必要ないが、ああいう事故の後だし、君には便利な代物だろう。何かを奪われた者の気持ちは私にもわかる。それとこれを着ていけ。町の連中にバカにされずに済む。私の趣味に合わなくてね。あ、ボルトスーツか。でも俺もボルトスーツいらんな。あ、出ました、会話。やっとや。ありがとう、ほんまに。ミッチェル、助かった、ほんまに。お前、ええやつや。ええやつ。ミッチェル、ええやつ。礼には及ばん。それが私の仕事だ。仕事やったらお金取らな。町を出る前に、サニースマイルズに会っていけ。サニースマイルズ。砂漠で生き残る術を教えてくれる。お、酒場にいるはずだ。マッチ。酒場にいる他の連中も力になってくれるだろう。それと、君を墓から引っ張り出した鋼鉄の友ビクターもな。あ、俺友達おんの。とにかく外で怪我したらすぐに戻ってこい。治療してやる。だがもう二度と死ぬなよ。めっちゃええ人や。はい。ニューベガスやゲーム中のチャレンジを大幅に追加した、ハードコアモード。いや、もうやめてください、やめてください、そんな。やりませんよ、そんな。ハードコアなんて。やめてくださいよ、そんな。可能性を示すこともやめてください、もう。コメントでやれやれ言われるから。はい、グッドスプリングスへ。おぉ。ボルトスタートじゃない、フォールアウト初めてかもしんない。初めてかもしんない。クエスト追加、バックインザ。バッキンサル。あ、わお。あ、ロボットがおる。グッドスプリングス。はい。ロボットおる。これ、よう見た、よう見た、PV で。こんにちは。ビクター。あ、お前、ビクター。いやー、どうも。なんか、嘘くさいほど元気そうだな。うわー、いいわー。この世界観、いいわー。死にかけていたところをどうやって見つけてくれたんだ？あの夜、散歩しようと外に出たら、防音鍛冶屋のあたりが騒がしかったんだ。行ってみると悪党がたくさんいて、俺は息を潜めて。そのなりでよう潜めれたな。奴らが去った後、
あんたを掘り起こして生死を確かめたら、ああ、まだ息があったんで急いでドクターのところまで運んだってわけさ。あ、そう、ありがとう。おう、ありがとう。気にしないで、ね、感謝しかないわ。困っているやつがいたら助けるもんだ。ああ、いいやつ。もうビクターは仲間やな。お前仲間、お前もう友達や。うん、オッケー。お前のようなロボットは見たことがない。おう、どうしてグッドスプリングスに？って、別にその辺何も知らんか聞いたところでな、攻撃したやつらを知っているか。ああ、まあそれ見てたやろ。あの悪党どものことは全くわからんが、町の親切な人たちなら教えてくれるかもしれん。そうだね、ありがとう。良い旅を。ああ、良い旅を。ビクターも、ああ、お疲れ、頑張って。ガソリン飲めな。はい、ここはね、グッドスプリングスっていう最初の街みたいですね。いや、ワクワクするね。いや、ああ、いいね、この風車。このね、アメリカのこのカントリーと言いますか、こういう風車があるとこ好きですよ、僕。うん。で、ピップボーイもらったよね、俺。これ？お、聞きました。来ましたね、ピップボーイ。はい。レーザーピストル、9ミリピストル。9ミリピストル？ 10 ミリじゃないんや。ニューベガスラジオ。これアイテムか。あ、下のんが多分。はい、あ、はいはい。あ、もう大体大丈夫です。はい、オッケー。大体大丈夫です。あ、もう大体大丈夫です。じゃあ、9ミリピストル。どんな感じ？これか。あ、なんかすごい、優しい打ち応えですね。わかりました。はい。クエスト的には、プロスペクターサルーンでサニースマイルズを話す、ブリムのモハビエクスプレスの管理者に自分の配達業務について尋ねる。自分を殺そうとした者たちを探す。おう。で、これ終わったと。待てよ、なんか配達とか言ってるな。なんか俺持ってない。持ってないな。どれやろ。データか？なんか、それに関係するもの。あ、これや。モハビエクスプレス配達注文。この荷物をフリーサイド経由でベガスストリップの北門まで運んでくれ。検問所で受取人の使いの者に荷物を渡し、代金を受け取ったら、ブリムのモハビエクスプレスの、ジョンソンナッシュまで代金を届けろ。任務完了ボーナス250キャップ。あ、これ実際にクエストとしてあるのか。あー。ま、とりあえず、ま、主人公、この、キンタンは、これ一人称できる？一人称できない。一人称どうやってやんやろ。一人称、三人称や。三人称できないのかな。ま、なんか荷物の配達をしてて、ま、そういう仕事をね、ま、こういう世界でその配達人の仕事をしてたんやけど、なんか途中で襲われて、任務がこう、うまくいかなくなってしまって、ここに来たと。で、さっきのみーちゃんにね、助けていただいたっていう状態なんですけども、では、ここが一応クエストの場所やね。これ。プロスペクターサルーン。失礼します。はい、どうも。シャイアン、止まって。大丈夫よ。私が命令しなきゃ構わないから。あ、お前がサニースマイルズ？はじめまして。あんたが生きる術を教えてくれる。プリムに行きたい。キャップが足りない。いろいろ話聞きましょうか。グッドスプリングスの周辺エリアについて教えて。いいわ。何が知りたいの？はい。他、ん？どんな生き物があり？ん？近くにはどんな街がある？プリムはここから南東にあるわ。古い巨大なジェットコースターが街の真ん中にあるから、すぐわかるはず。NCR の前哨基地があるの。道を北に行けば、そのうちスローン採石場ジャンクションにぶつかるわ。岩の最高らしいけど、最近トラブってるみたいね。私なら、その方向は避けるわね。クリッターがいて、撃つといい顔しないわよ。はい。そう、NCR って何って話で。まあ、プリムっていうのは一つの街の名前みたいですね。そのブリムかプリムかわかりませんけど。NCR って何？新カリフォルニア共和国よ。西部からの入植者やソルジャーで、ネバダを自分たちのものにしようとしてるの。ちょっと強引だけど、道路が安全になったことだし、気にしないようにしてるわ。私が決められることじゃないしね。ああ、まあなんか BOS っぽい感じなんかな。どんな生き物がいる？ここら辺は、コヨーテと月光ね。コヨーテは集団だと危険だけど、それじゃなきゃ心配いらないわ。月光は弱いけど、噛まれるとひどいわね。ウェイストランドには、でかくて危険な奴がいるみたいだけど、見たことないわ。なるべく道路を走って、グッドスプリングス北の丘は避けなさい。でかいクリッターがいて、毒があるわ。うん、まあいろんなモンスターがいるってことですね。わかりました。他にも何かあれば聞いてね。
はい、じゃあなんか砂漠で生きる方法を教えてくれるってことなんで教えてください。ええ、教えてあげる。ひどい仕打ちを受けたようだし助けが必要でしょ。はい、よろしくお願いします。外で会いましょう。サルーンの裏で。サルーン、ここね、ここの裏ね。ありがとう。でワンちゃん飼ってんのね。はい、ありがとうございます。なんかもらえるもんあります？あ、盗むになっちゃうな。ここはなんかあれか、なんかバー的なの飲み屋かな。はい、お、ジュークボックスある。まあ、戦闘とか探索とかその辺も全然わからないんですけど、はい。何を教えてくれるんだろうな。砂漠で生き残る術。ほら、あそこのフェンス上にサルサパリラのボトル見える？これでいくつか当ててみて。サルサパリラ。RT で武器を使います。はい。あ、これ？どれ？どこ？どっち？ん？あ、あれ？あれ撃てってこと？おお、なるほど、なるほど。うわ、なんかすごい。手ぶれがある。手ぶれがあるぞ。おい！おい！はい！今当たってん絶対。身をかがめてじっとして。銃の撃ち方講座やな。ナイスショット。最初にしちゃ上出来ね。やろう。でもわざわざサルサパリラのボトルの獲得方法を聞きに来たわけじゃないでしょ。まあ、サルサパリラを用意したお前やからな。月光を給水施設から追い払いに行くのよ。嫌なクリッターも寄ってくるの。一緒に来る？ああ、まあ戦い方やな。戦い方のレクチャーですね。ああ、いいよやろうよ。ついてきて。南東に少し行ったところよ。クリッターと月光？なんかちょっと聞き慣れない名前。敵の名前がすでに全然聞き慣れないんやけど。まあ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 、その討伐をねしながらまあまあ戦い方覚えましょうってことですね。わかりました。バッツシステムとかやっぱあんのかな？あ、勝った。勝った。俺になったぞ。見て。あ、前、正面から見れない。正面、こんな感じみたいです。ちょ、三人称で行こうか。よしよしよし。よしよし、行こう。ちょ、待って。すいません。結構遠くまで行かはるんですね。まだですか？お、来た？あ、まだ？すごいなぁ。場所で言うとどの辺なんやろうね。まあ今回はね、一応編集でその解説とか出しませんので、まあまあ大体調べてもらって出てくると思うんですけど。はい。後ろの山のあれ、聞こえる？月光よ。大事しなきゃ。ちっちゃいモンスターよ。井戸の周りにいる月光を倒す。どれ？見えない。あっちか？あっちか？動いてる姿が見えないんだけどな。どれ？どれのこと言ってんの？あれか。なんかおる。なんか動いてる。月光ってなんだい？あれか？あ、来た。ああ。アホみたいな顔して。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。でっかい。思ったよりでかい。あ、痛いな。ごめんな。痛いな。今の痛かったな。ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。痛かったな、今のな。かわいい。結構かわいい。終わったよ。楽勝やったわ。めっちゃかわいかったわ、ね。コツをつかんできたわね。おお。ええ感じ、ええ感じ。必要な井戸があと2個あるわ。他の井戸のそばにいる月光を倒す。ああ、だから同じことしに行くのね。わかりました。行きましょう。まあ、こんな砂漠やったら井戸も大事やろうからな。水がな、飲めないからね。はいはい。ああ、来た。来た。ああ、わあ。ああ。すごい。格闘家。かわいい。めっちゃかわいい。おお、貫かれたな。どこだい？バッツ使いたいねんけど。お、来た！あ、使える！なるほど。V を選択。ターゲットを変更。攻撃をキャンセル。攻撃を実行。はい。おっと。これで。はい。これで。はい。わお。え？あれ？あ、この人！住人の人や！あいつじゃない！あいつじゃないぞ！あ、どこ行った？ここじゃないの？あいつは？いやいや、お前めっちゃ襲われてたよ。今、助けてあげなあかんやん。何してんの？考え事してる？来た来た来た。変態みたいな走り方すな。作法を学べ、作法。走る作法を学べ、お前は。まったくもう。自分たちだけでここに来るなって、毎日みんなに言ってるのよ。え、だからって見殺しにしたの今。聞かない人がいるのよ、ね。ひどいな。挙句にこれよ。いや、自分言ってたら助かったかもしれへんで、それは。人生のうちだし、受け入れるしかないか。そうだね。でも約束通り、私と一緒にここにいてくれたわね。これがお礼よ。はい、報酬。もう一つ見せたいものがあるの。50キャップめっちゃくれたな。自給自足について教えようと思って、自分で役立つものを作るの。興味ある？役立つものを作る。いいよ。わかったわ。始める前に材料がいるわね。
ザンダールートとブロックフラワーか。ザンダールート？確か、ブロックフラワーは墓地に咲いていたわ。なるほど。クラフトですか次は。まあ、混ぜて作るみたいな。はい。バイヤー、キャンプライヤー、オンザ、トライ。ワオ。ワオ。では、なんか探さなあかんみたいなんですけど、このマーカーなんかな？